です。何が？嫌なものは嫌なんだよ。だから何が？あはははか、このトラウマがあるようです。なんだそりゃ知らねえぞ。マリサさんが嫌がってるのはブラックリバー最終契約、行方不明の機械ですね。そんな嫌がることなのか？まず詳細を話しましょうか。地元の工場宛ての大事な機械が、前任のドライバーが見舞われた不運のせいで届かなくなっている。君が頼りだ。クレーンを装備した方がいいだろう。契約の内容としては、その辺に落ちている掘削用交換パーツを、そこにある工場に届けることなのだ。嫌だー。マジなんなんこいつ。昔撮影外で契約をこなしたことがあったのですが、その時にえらく苦戦しましてね。確かこの辺にあるドラム缶をひっくり返すっていうやつ、誰得な契約なん？フラップ踏んでこいとかの契約的な感じですよ。はい。まあ、その近くで似たような契約なもんで、マリサさんめちゃ嫌がってるんですね。貴様にわかるか、あの苦しみが。8回ガレージからやり直すあの苦痛がわかるってのか。うるせえ下手くそ。まあ頑張ってください。応援してるのだ。ああなんで私が。お前が私より近場にいたからだよ。ゴム体な。お慈悲はないのですか。働け終わるんだから頑張れ。うわあ。うるせえなマジ。現場に来てしまった。あの忌々しき記憶が蘇る。勝手に思い出してろ。てか私スイカみたいにクレーン操作っていうか、化石祭得意じゃないぞ。ん？なんだお前もようやく化石祭をやってみようって気になったか。いやだって。往復ダリーじゃん。よしよしその調子だ。やるならとことん無茶してもろて。あんまりやりたくはないんだけどな。私この地形マジで嫌いだから、一往復で何としても終わらせる。その意気込みはもっと違うところで使ってほしい。っていうかおっせえなトラック。だからエンジン馬力ないんだって。いろいろ乗っけてるからさ。カスタマイズした？運動だったっけ、忘れちゃったわ。ってことで1個目発見。名前から想像はついてたけど、やっぱり1スロット分の貨物だったな。だけど結構高さがあるな。今回回収する数は4つだ。それを一気に乗せられるのか。まあその時になってから考えるさ。大丈夫か。ままなんとかなるっしょ。道走ってる感じだと起伏はあんまりないし、舗装路でもある。だから多分問題はないと思うんだよな。うん、舗装路って言っていいのかな。起伏なきゃ舗装路。それは暴論すぎる。ほんじゃまもう一個回収。起伏の激しいところから回収して、緩いところで化石祭を開始する。まあ理想の方法ではあるよな。でももう二つある場所ってそんなにいい道なのか。行ったことないからわからん。嫌な予感がしてきたな。とりあえずここに置いておくか。残り二つがある場所ちょっと起伏が激しそうだからな。安全なところで化石祭しよう。そんな堂々とせんといてもろて。お前も似たようなもんだろ。でここが貨物が落ちてる場所。小屋回収難儀しそうだな。まあなんとかなるっしょ。とりあえず見てみないと始まらん。がっつり賛同なのだ。そうなんだよな。私も来てみてちょっとびっくり。あれもう見つけたのだ。あらや、めちゃめちゃ近くにあったんだな。まあ近い分には問題ないか。っていうかもしかしてだけど、なんなのだ。この契約って結構簡単だったり。運動だろう。でもまあ運送だよな。ミシガンだし。てめえらミシガン舐めすぎだろ。よし設置完了完了。うん、やっと扱い方が分かってきたぞ。あれ、いや近すぎん。え、そんな近場にあっていいの？もうちょっと苦戦すると思ってたのに。なんかあっさり見つけちゃったな。悪いことじゃないんだけど。ちょっと肩すかしくらった気分。まあいいか。そんじゃありがたく回収させていただきましょい。ほい完了。じゃあここからが本番だな。待ってろ化石祭今行くぜ。おしゃやったんぜ。どうやって化石祭すんの？まあまずは、こんな感じで後ろに乗っける。ほんまこの画面実況者殺しなんだよな。向きとか位置とか確認しながら、二つ目を持ってくる。ふんふん。でここでウィンチの連結を外す。まだ乗ってないけど大丈夫か？それに関しては大丈夫。クレーンを貨物から離すように動かしてやるとこんな感じで落っこちる。は？何それ知らん。で押さえつけながらウィンチを後ろの貨物に接続。これで準備は整った。お前どこから覚えてきたそれ。今考えた。嘘つけ。嘘じゃねえし。嫌だが問題は走るかどうかだ。すっ転んだら目も当てられん。どうだ。お結構いけるのでは？なるほどなるほど。貨物をインチで繋ぐことにより浮いている貨物をクレーンと挟み込んでいます。若干斜めになっていますが、そのおかげで力がよく入っている。何よりクレーン側の貨物を立てて切開したことにより、ほぼはみ出していない状況が作り出されています。これはなかなか良い形なのでは？斜めになったのはまぐれだよ。でもこれなら無事に運べそうですね。舗装路続きだからな。あとは急カーブとかしなければ大丈夫だ。ではあとは頑張ってください。よしやったるぞ。いやーなかなかうまくいって満足だぜ。最初めっちゃ嫌がってたのにな。あれは昔苦戦した場所と同じところでの契約だったからでだな。あの時はマジで泣きを見たんだって。あの契約だけは二度とやりたくない。でもなんとかクリアはしたんだな。根気入れて頑張ったわ。そのせいでこの辺の道は記憶してる。嫌な覚え方だなおい。嫌なことはよく覚えてるからな。ってことで納品場所到着。よしなんとかここまで来れましたっと。じゃあ一回貨物を下ろさないとな。で必要なくね。えマジマジやん。あれってことはちょっと待って、すごいことできたかも。このまま貨物を固定してやればこのまま納品できるのでは？ピタゴラスイッチ。あ、納品できるすげえ。悪くないね。この調子なら君にもっと仕事を依頼するかもしれないな。おっしゃオッケー。あのなんだろう。私より上手いのやめて。んなこと言われてもな。いや私も負けてられんな。化石祭はしないが契約の数をこなしていこう。観光名所スティールリバース教室務室のカレンよ。観光シーズンが始まるけど、ホリストーンに通じる道が通行可能かどうか確認しないと。頼めるかしら。契約の内容としてはホリストーンの指定箇所に赴くことなのだ。あ、それだけなんだ。それだけなのだ。視察契約と思ってくれれば。なるほど、じゃあ行ってくる。でなんでお前トラックなん。普
通スカウト社とかだろ。いやあれだよあれ、前回の契約の後にこの契約やってるからさ、スカウト社取り行くよりこれで行った方が早いんだよね。あーなるほど、そういうことね。でもトラックで行けるか。こういう契約ってスカウト社推奨されてるの多いし、トラックだと結構厳しいんじゃねーかな。その前にトレーラー置いてこいや。いっちゃんいらねえだろそれ。私はこいつと旅に出る。やかましは。まあ実際そんな苦戦してない。っていうかここ通れなかったらトレーラー使う資格はないのさ。絶対言い過ぎだろ。貨物乗ってないトレーラーは牽引していないと同じである。うん言い過ぎ。まあ話変わるんだけどさ。おうなんだ。やっぱ全体的に見るとまだ契約落っこちてるよな。まあ広いからなー。でも二人だし相当早く進んでる方だとは思うけどな。撮影してるからなかなか進まんけども。とそんなこと言ってたら目的地付近に到着。あそこにあるサークルを踏めばいい感じだな。フラップ系の契約だねこれも。ありがとう。道路が通行可能だと知れば区長は安心するわ。観光客は貴重な財源よ。鉄道はがっかりするかもしれないけど仕方ないわね。そういえば女の依頼主って初めてだな。あそういえばそうかも。こういう時ルミアとお前の立ち位置変えればいいのに。マジやん。しゃどんどん行くぞ。紛失したトレーラー、どうしてみんなあちこちで物をなくす。こっちのセリフだわ。お手数おかけしますねほんと。また反抗的なトレーラーがどこかに行ってしまった。見つけてきてくれるかい。契約の内容としては、ここにある燃料キャリアを牧師の家に届けることなのだ。距離的には近い感じだな。目的の燃料キャリアは川沿いになぜか落っこちているのだ。ぬかるんでなかなか引っ張り出せないかもしれないから、馬力のあるスカウト車で挑むことをお勧めするのだ。ちょっと使ってみたかったスカウト車があるんだよね。なんでそれ使ってみるかね。よいしょ。ハマーじゃん。ハマーです。これ一回も使ったことなかったんだよ。ちょっとカスタマイズしようっと。よいせほいせ。はいさ。よっしょい。ママこんなもんっしょ。なんでチェーンタイヤ。ごめん自分でもなんでかわからん。おい、ちなむけどハマーはショッタイヤが結構強いらしいぞ。なんで教えてくれんかったん。なんで聞かんかった。やめよう不毛だ。それはそう。よし、この辺から道を外れるか。普通に運転してて聞かないことがトップ3。まあハマーだからね。そういう車ではあるけども。っていうかマジで走りにくいな。でもそれなりに動けてるじゃん。なんだろこいつ、カーブ性能高い。あ、それはなんとなくわかる。私も何回か使ったけどブンブン振り回されるぜ。まあ舗装路に限った話だが。オフロード専用だな。まあオフロードならチェーンでもいいのかな。まあ適性はあるが逆に滑りそう。こんな感じでマットは地獄である。自業自得です。やっぱぬかるんでたか。いやー参ったな。これ牽引して脱出できるかな。そこさえなんとかなればって感じだな。よっしゃ頑張ってみるぞ。ほんのー、あ、これなんとかなりそうだわ。インチで下がってインチで持ってきてを繰り返せば、押し押し回収はできたな。そこまで行けばあとは大丈夫か。そうだな。話しかけていい？やめて。じゃあ説明してもらっていい？嫌です。私が見る限りなんですけどね、ほぼ進んでないですよね。そんなことないもん、進んでるもん。ぐっそ遅いんですけど。これには心当たりがあります。奇遇ですね、私もあります。チェーンタイヤ。でしょうね。超滑るんですけど。あ、でも上には上がれそうだな。ああ、よかったよかった。あとはそんなに苦戦しなかった。舗装路に出てきたので牧師の家に運ぶだけで終わりだな。トレーラーを取り戻してくれたんだってな。よくやった。よし終わり。おいウプ主、このままのペースだとミシガン終わるのに20くらいかかるぞ。実はそんな気がしていました。ちょっと契約個数もっと増やさねばですね。まあ今回はここまで。また次回お会いしましょう。